今日はシフォンケーキを焼いてね。そこにアイスクリームを添えて、オレンジのスライスとミントの葉、忘れないようにお茶はミントティーで、ガラスのティーポットにしてよ。今日も午後行くからお茶の用意をお願い。午後は予定があって。買い物なんていつでも行けるでしょ。それよりママ友を大事にしないとダメよ。でも昨日もお茶に見えて、カップケーキとラズベリージャムとスミレのエディブルフラワーを添えてフルーツティーって言ってましたよね。ああ、昨日のも写真映えしてよかったんだけど、ランチョーマットの色がイマイチだったわ。週に4日は来てますし、お茶菓子まで指定されるのはちょっと。何よ、お菓子作りが趣味だって言うから試食してあげてるんじゃない。その割には写真撮りまくったらろくに食べずに残して帰りますよね。だって甘いの食べると太るでしょ。私体型にかなり気を使ってるのよ。お茶に来ない日でも勝手に庭に入って写真撮影もしてるし。お花が綺麗なんだもの、いいじゃない。あなたのご自慢のガーデニングでしょ。ママ友の私が評価して写真を撮っているのよ。喜びなさい。でも勝手に庭に入られるのは。あら、勝手じゃないわよ。前にサナエさんがいつでも花を見ていってくださいって言ったでしょ。それは言いましたけど。ならいいじゃない。先日庭木にハンモックか何か吊り下げませんでしたか。枝が折れていたんですけど、あなたの素敵なガーデニングにはハンモックが似合うと思ったのよね。やってみたら大正解よ。素敵な写真が撮れたわ。そんな勝手なことしないでもらえませんか。あら、あなたの素敵な庭やお菓子を私が綺麗な写真に撮ってあげているんだから、感謝はされてもこんなこと言われるなんて心外だわ。でもその割には一度も写真を見せていただいたこともありませんけど。あら、そうだった。じゃあ今日お見せするわよ。でも今日は本当に無理なんです。何よ、ママ友より自分の都合を優先するの。サナエさんって自分勝手ね。夏休みに家族で海外旅行に行くので、パスポートの手配とかいろいろ準備があるんです。海外いいわね。どこへ。ハワイです。海外旅行は初めてなので、スーツケースとかも用意したいですし。ねえ、私も連れて行ってよ。それはその。冗談よ、私そんなに非常識じゃないわよ。期間はどのくらいなの。ああ、冗談なんですね。よかった。1週間行くので、花の世話とかは近くに住む両親にお願いしたんです。1週間もいいわね。じゃあ今日は庭の写真で我慢するわ。だからお茶は明日よろしくね。サナエさん、海外旅行楽しんでる。はい、初めての海外にみんな興奮しちゃってすっごく楽しいです。羨ましいわ。お土産よろしくね。はい、ママ友みんなに買っていきますね。あら、私みんなと同じものは嫌よ。他の人とは違うものにしてよね。違うものですか。写真映えする素敵なものにしてよね。写真映えって。ゆかりさんインスタやってるんですってね。あら、教えてなかったのになんでわかったの。他のママ友さんから聞きました。インスタ見たら、うちの庭とか私が作ったスイーツの写真が随分載っていましたよ。写真綺麗に撮れてたでしょ。でもなんで私が作ったスイーツが全部ゆかりさんの手作りってことになって、庭はゆかりさんの家の庭っていうことになっているんですか。ゆかりさんのお宅の庭って確か草ぼうぼうですよね。あら、バレちゃった。まあ細かいことはいいじゃない。いいからハワイ楽しんでいらっしゃいよ。そうですね。まあ今行っても仕方ないし、帰国したらそのことはちゃんとお話しさせていただきますね。はいはい、そうしましょう。ところで私は今どこにいるでしょう。ゆかりさんのお宅もどこかへ出かけているんですか。そりゃあせっかくの夏休みだし、まあ近くなんだけどね。そうですか。近場でもいろいろいいところありますよね。ええ、近くに穴場を見つけちゃってね。だから今日は家族でバーベキュー。キャンプですか。楽しそうでいいですね。奮発していいお肉とか揃えちゃった。どちらのキャンプ場へ行かれているんですか。すぐ近く。じゃあ公園とか。公園ってさ、今人が多いじゃない。だからもっと近くのお庭でやるのよ。庭？お花もたくさん咲いててすっごく素敵よ。まさかと思いますが、私の家じゃないですよね。あら、そのまさかよ。昨日からサナエさんのお家に家族で泊まっているのよね。1週間旅行に行ってくれて助かるわ。リビングだけじゃなくて寝室もインテリアが素敵ね。おかげでとってもいい写真がたくさん撮れたわ。家族でってどうやって家に入ったんですか。だっていつも玄関に鍵が置いてあるじゃない。鍵をなくしたと思ってたらゆかりさんが持ち出したんですか。不用心よ、玄関に鍵を出しっぱなしなんて。それって泥棒じゃないですか。違うわよ、鍵は後で返すし物を取ったりもしないもの。でも勝手に家に入っていますよね。そのくらいいいじゃない、ケチケチしないの。
それより今日はね、今流行りのお庭キャンプも兼ねてキャンプ用品もレンタルしたの。もう本格的よ。すごく映えるわ。ちょっと私の家ですよ、やめてください。今夫がテント張っているんだけど、結構難しいのね。ペグっていうの、あのでっかい釘みたいなのがうまく刺さらないって、さっきから3回くらいやり直してるのよね。芝生がダメになります、勘弁してください。バーベキューやるのにテントを柵の方に寄せたら、なんか苗の上になっちゃったんだけど、いいわよね。それ多分芽が出たばかりのハーブです。こんなの初めてだから、チョビも興奮しちゃって嬉しそうに穴掘っているわよ。え、犬まで連れてきたんですか。あ、包丁とか皿は借りるから、ペアのワイングラスも借りるわ。それは結婚祝いにもらって大切にしてるんです。なんかいいワインやったから開けちゃった。お願いだから帰ってください。いやよ、これからいよいよバーベキューだもん。インスタ実況もするのよ、よかったら見てよね。なんで自分の家で他人がバーベキューやる様子を見ないといけないんですか。私のインスタって3548人もフォロワーがいて人気あるのよ。とにかく私の家でバーベキューだのキャンプだの今すぐやめてください。バーベキューコンロって炭を使うのね。知らなかったわ。炭ってなかなか火がつかないのね。火を使わないで、火事になったら困りますから。そんな大丈夫よ。あ、まずい。え、なんです。ねえ、何したんですか。どうしよう、すごい燃え上がっちゃった。すぐ水かけて消してください。だって水かけたら炭使えなくなるんでしょ。いやよ、そんなこと言ってる場合ですか。早く、テントに火がついた、これレンタルなのよ。早く消防車呼んでください。ゆかりさん、ねえ、火は消えましたか。ゆかりさん。うるさいわね、消えたわよ。テントが半分燃えて、レンタルしたキャンプ用品が真っ黒、最悪だわ。消えたんですね、よかった。家は大丈夫ですか。家は平気よ、芝生がだいぶ焦げたけど。家が平気なら芝生はもう諦めます。だから帰ってください。いやよ、だって今日もここに泊まるんだもん。はあ、まだ泊まる気なんですか。そうよ、夏休みはどこにも行かない代わりに1週間さなえさんの家で過ごすって決めたんだもの。それって住居不法侵入って犯罪なんですよ、分かってますか。うるさいわね、旅行して家にいない間ぐらい貸してよ、減るもんじゃないし。それに私のフォロワーはこの家が私の家だとみんな思ってるの。今までは庭とリビングの写真しか出してなかったけど、寝室や他の部屋の写真を載せたらとっても反響がいいのよ。インテリアのセンスがいいですって。ゆかりさん、インスタ写真が撮りたければ自分の家でやってください。いやよ、私個人情報は出さない主義なの。人の個人情報は晒してますよね。あ、そうか、ゆかりさんの家ってすごいお家でぐちゃぐちゃなんでしたっけ。フォロワーさんたちが真実を知ったらどう思うでしょうね。私が人気あるからってやきもち焼いているのね。別に私はインスタとか興味ありませんから。それよりそろそろ到着する頃ですよ。何が。警察です。え、どういうこと。さっきから横で夫が激怒してます。もちろん私もですけどね。だから近くに住む私の両親に連絡して警察に通報してもらいました。両親ももうすぐそちらに着きます。嘘でしょ。ここまでされて黙っている方がおかしいと思いますけど。わかったわよ、片付けて帰るわよ。仕方がないわね。それと芝生を焼いたりしているようなので、後日損害賠償請求させていただきます。え、何言ってんの。友達からお金取る気。ゆかりさんは私にとっては友達でも何でもなくて大迷惑なドキュンですから。何それ、ひどいわ。ひどいって、それはこっちの言い分ですよ。やだ、本当にパトカーが来た。どうしよう、捕まっちゃうの。ねえ、ごめんなさい、謝るから許してよ。今さら遅いです。警察でたっぷりと反省してきてくださいね。そんなこと言わないでよ。やだ、近所のママ友たちが集まってきちゃった。これじゃみっともなくて今後ここで生活していけないじゃない。ねえ、今までのこと悪かったわ。だから警察に帰ってもらってよ。サナエさん、お願い。ゆかりさん一家はご近所やママ友の見守る中、警察へ連れて行かれました。この様子は本人がつけっぱなしだったカメラでインスタ実況されていて、ネットで大きな話題に。結局ゆかりさん夫婦は初犯のため罰金だけで済んだようですが、罰金の他にレンタルしたキャンプ用品の弁償、我が家の損害賠償請求などで100万以上はかかったらしいです。そして
ゆかりさん夫婦はお互いに責任をなすりつけ合って離婚。その後、ゆかりさんがお金のために怪しげな動画に出ているという噂を聞きました。私は毎日とつってきたドキュンがいなくなり、趣味のガーデニングやお菓子作りをのんびりと楽しんでいます。最後まで見てくれてありがとうございました。動画を良かったと思ったら高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。